福にチャージ YouTube チャンネルをご覧の皆様こんにちは。昔本気でキャラバン買おうかなって検討した時がありました。案内人の M です。ということで今回ご紹介しますのは前回に引き続きこちら日産のキャラバンの中でも特別な1台キャラバンマイルームです。このキャラバンマイルームに乗っていけばどんなところも私の部屋になる快適な車中泊ができる。内装について詳しくご紹介しております。前回の動画も合わせてご覧ください。今日はまあキャラバンマイルームだからってことないんですけれど、ちょっとこのキャラバン改めて、ドライブ感覚皆様にお伝えしたいなと思います。ちょっと大きくないこの車。キャラバンマイルームは欲しいけれど、でも大きい車運転するの心配だなっていう方もいらっしゃると思います。このキャラバンマイルームを使ってキャラバンのドライビング感覚皆様にお伝えする、それだけの回となっておりますが、どうぞお付き合いください。それでは行ってみましょう。はい、改めまして本日ご紹介してまいります。試乗していくのがキャラバンマイルーム、仕様がディーゼルの四駆のモデルとなっております。このキャラバンマイルームですね、ガソリンのモデルもございますが、今日乗っていくのはディーゼルタイプとなります。では乗り込んでいきましょう。こういったタイプの車ですね、乗り慣れない方、最初ドアを開けてうわ高いなこれどうやって乗り込もうって思われるんですけど、これコツつかむと簡単です。はい、まず開けていただくと必ずこちらにグリップがございます。このグリップを掴んで、さらに、はい、右足はここです。はい、必ずここに足をかける場所ありますので、足をかけて右手はここでぐっと体を寄せる感じで、はい、で、スッと体をスライドさせて乗っていただくという具合となります。一つあらかじめご注意させていただくと、タイトめのスカートを履いてらっしゃる場合は、この最初の一歩ですね、この一歩が大変かもしれませんので、そこだけちょっと注意していただきたいなと思いますが、はい、こんな感じでですね、あとは右手の力ですっと、はい、乗っていただくイメージとなります。でもう一つ、降りる時も結構高さあるので飛び降りる感じになりそうで怖いんですけれど、先ほどとは逆に左手でグリップを掴んでいただく、さらに右手はちゃんとつく場所がございます。こちらですね、はい、右手ここについていただいてすっと優しく降りていただくなんていうこと可能となっております。じゃあ乗り込みましょう。はい、では乗り込みました。エンジンもかけましてスタートしたいと思います。ね、キャラバンこのタイプの車ですね、エンジンどこにあるかというと、このシートの下側、エンジンの上に座ってるようなそんなイメージとなりますが、でディーゼルモデルどうしても振動大きいっていうイメージあるかと思います。ガソリンモデルと比べれば若干確かに振動大きいんですけれども、意外と静かなのがこの現行モデルのキャラバンなんですよね。はい、ではスタートしましょう。アクセル踏み込むとディーゼルらしい音はするんですけれども、なんかそんなにやかましさはないで、なんならこうエンジンが体の真下にあるようなそういう感覚の音っていうのはですねないんですよね。すごく、はい、快適な滑らかな走りを見せてくれております。はい、そしてちょっと狭い道に入りましたけれど、キャラバン大きくて怖いなって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はそんなに大きくないんですね。でこのキャラバンマイルーム、車の幅は実は5ナンバーサイズ、幅の広い車ではないんですよ。どうして大きく見えるかっていうと、箱型ほぼ長方形に近い形をしていますので、パッと見た時に見えてくる車の全体的な面積が大きい、だから大きい車に見えるんですが、車の幅や長さに関して言えばそんなに心配しなくてもいいんですね。で一個こう注意したいというか、普通の車の感覚と変わってくるのは、ボンネットがありません。車の一番前の部分に座ってるようなそういう印象になります。タイヤが車の真下にあるようなイメージになりますので、そういう点ではこうボンネットのある車と比べると、なんて言うんでしょうね、感覚的には大回りをしてるような、イメージで乗っていただくのかなと思いますが、ただし一回慣れてしまえばなんてことはありません。結構快適に走っていただけるかなと思います。視点がめちゃくちゃ高いです。これに関しては先ほど乗り込み方を見ていただいた時にもお分かりかなと思いますが、通常の乗用車と比べると座った時の視点がぐっ
と上がりますので、そういう点ではですね、他の車種と比べた時に遠くまで見通せるっていうことはドライブ時の実はストレスの軽減にもつながるんですよね、そういったところございますので、安心して運転していただけるんじゃないかなと思います。乗り心地の点についてお話をしますと、まずですね、このシートの質感というか柔らかさですね、結構クッション性のいい質感になっております。こうグッと沈み込むわけじゃないんだけれども、しっかり体をホールドしてくれる感覚が高い、ね、さらにですね、このシート他の日産の車種でも採用されております、スパイナルサポートシステム、背もたれの形状がですね、ゼログラビティシートということで、長距離をドライブしていただいても腰に負担が少ない、疲れにくい、そういう形状のシートにもなっておりますので、商用車だから薄いシートだとか、長距離のドライブ疲れるとか、そういったことはですね、ほとんどないかなと思います。停車状態から今加速しますけれど、まあ、どうしてもですね、商用車って走り出しの時にこう重い荷物を積んでいる時でもしっかり走り出せるように、ギア比が高いというんですかね、ぐっと回転数を上げながらゆっくり走り出すみたいな部分は確かにあるんですけれども、でも力強く、そして割とスムーズにですね、走ってくれるんですよね。商用車のディーゼル車に、イメージされるような走り出しがちょっと遅いとか、回転数高くてうるさいとか、その感覚っていうのはすごく少ないものになっておりますので、比較的ですね、乗用車感高い走りを見せてくれるかなと思います。キャラバン運転したことないけど、マイルーム気になる。でも、キャラバンの運転大丈夫かな、心配だなっていう方もですね、どうぞ不安に思わずに運転してみてくださいというところですね。日産車で言うとセレナとそんなに変わらないサイズです。はい、帰ってまいりました。最後に駐車をして、閉めたいなと思います。普通の駐車場サイズのところに止めましょう。で、見ていただくとこちらですね、はい、インテリジェントルームミラーもついております。左側にこちらアラウンドビューモニターの映像も映っております。もちろんナビの方にも映すことできますが、はい、こちらだけでもしっかり、はい、いかがでしょうか。安心して車止められるんじゃないかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はこちらの車キャラバンマイルームのインテリアを紹介せずに試乗だけしてくる、そんな動画となっておりました。キャラバンマイルーム、やっぱりみんな気になりますよねって私は声を大にして言いたい。そのキャラバンマイルームだけども運転だけ不安だなと思われる方、どうぞ試乗皆様もしていただきたいと思います。で、お近くにキャラバンマイルームがなくてもキャラバンの通常の試乗車ありましたらそれと同じだなと思っていただいて大丈夫です。乗ってみると意外と運転しやすい、そして快適な車となっておりますので、通常のキャラバンと合わせてぜひぜひ皆様ご試乗ご体感お願いいたします。最後になりますが、こちらキャラバンマイルーム福島日産で試乗車のご用意をしております。今日は郡山店におりますが、福島日産のお店いろいろ回っていくかと思いますので、まずはお近くの福島日産の店舗で、お問い合わせいただければと思います。皆様のご試乗をお待ちしております。福日チャージ YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。